<laughs> マーティー松本です。ふだんはあのオーストラリアの方に住んでまして、えー、かれこれ27年ですかねあ,のあちらに渡りましてそこでえ学んだのがオーストラリアのリメデリオセラピーという、まあ、あの英語で言うと治療的っていう意味合いなんですけども。 えー、このリメディアルセラピーちょっと言い,言,い言いにくいですねリメディアルセラピー、あのー、はですね、えー、オーストラリアでは保険があの適用になるような、えー、そういうポジションの、まあ、セラピーになってます。まあ、その中で、えー、今日ご紹介するトリガーポイント療法ですね。えー、とこれは リミデルセラピーの中の、えー、テクニックの中の一つです。で私のそのリミデルセラピーの中では、えー、このトリガーポイントのテクニックを、えー、かなりまあ重視してまして、えー、使ってるんですけども、えーまあ、な,な,なぜいいか。でこれはですねあの必ず、まあ、皆さんそのセラピストされてると思うんですけども必ずあのお客さんはリピーターとして えー、戻ってきますなぜならその満足感、えー、クライアントに対しての満足感を、えー、もう100%与えてもいいというぐらいですねあのー、ええー、ちょっとこうで紐を取り出しますけどもまあこれ紐ですよね。でこれを、まあ、筋肉の中の筋肉の中の えーまあ、筋肉繊維だと思ってください。で我々ふだんの生活の中で、まあ、いろんな動きをしますよね、えー、例えば皆さん、まあ、女性の方多いですから、まあ、料理もされるようだろし、えー、洗濯もされる、えー、あるいはそのずっとそのデスクワークでパソコンをこういじってるかもしれないスマホをされてるかもしれない、えー、なんか重いも荷物をも持ち運んでるかもしれない。 まあそうしたその毎日毎日の,その継続的な積み重ねによって筋肉というのはだん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 無意識のうちに酷使されています。で筋肉がだんだんその酷使されてそうするとストレスを感じるようになる。で筋肉がストレスを感じるようになったらどういうふうになるかというとこの 筋肉繊維であるひもがですねこれはあの最初はですね本当ミクロの世界、えー、全然その目に見えないような触れてもわからないような状態だと思うんですけどもこの積み重ね、えー、毎日の皆さんの,その生活の動きあるいは悪い姿勢 えー、そういったものによってまたそのストレスが感じると、えー、筋肉繊維が、えー、このように、えー、結び目を作っていくでこれがだん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 こう重なっていくとですねやがて、えー、指でこう触れて分かるようなしこりになっていきます。でこれがあの「硬く結ぶ」と書いて「高血」と呼ばれるものです。 でこの高血なんですけどもこれを放置しておくと、えー、どうなるか、まあ、まずこの高血ができることによって血流障害を起こすと、まあ、だんだんその疲労物質が溜まってくると。でこれがだん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 ひどくなってくるとこの中の、あのー、感覚のセンサーが過敏化してくる。 過敏化化ししてて活性化してくるんですねそうすると、えー、不快感だったり、えー、体がすごく重,重たかったりですねでさらには痛みや、えー、しびれ、えー、を感じるようになる。で最初はこの高血ができたあたりにそういったものを感じるんですけどもだんだんこの痛みの信号がですね、えー、を発するようになって このしこりがあるところだけではなくですねちょっと離れた部位にまで痛みの信号を放散するるようになるでトリガーポイントというのはトリガーって言うとその引き金という意味ですからこのポイントが引き金となって痛みを発生するポイントのことをトリガーポイントといいます。 でこういった状態のものは皆さんの,その体の中筋肉の中に皆さん気づいてないけども出来上がっっちゃってるんですねこういう形である意はとあらゆるところにこういったしこりができてしまう。でこれはまあ一つの結び目でやってますけどもこれがあのって、ま、離れたところに。 こういうい結び目を作ってたりまた少し離れたところに結び目を作ってたりでその高血というとこのポイント状のものを高血というふうに皆さん想定されると思うんですけどもそれだけではなくてですねもうこの高血がいっぱいでき,できるとこれ自体がそのローブ状のようにこう反硬直状態になっている。 でそれがその筋肉としてういった状態のものを、えー、我々セラピストは、えー、放置しておくわけにはいかないんですね。でトリガーポイント療法というのはこうしたその筋肉の中にこう隠れたポイントあるいはロープ状のポイントをですね、えー、探り当てていくそしてそこに対してアプローチをする。 これがそのマッスルトトリガーポイント療法というものですじゃあどうやってこのポイントを緩めていくのかということなんですけども例えばその肩とかのどこかにですねポイントを高血がある場合はこのポイントに対して圧を加えていきます。 でこれはの静止圧迫というふうに呼んでるんですけども、えー、10秒の静止圧迫を加えていきますでここでその圧加減が非常に重要なんですけども、えーまあ、ペインスケールっていうふうに言ってましてこのペインスケールって何かっていいますと、えー、0から10。 のスケールの中で、えー、0が肌にその、えー、羽がこう触れてるような感じ、えー、軽い感じですそれが0としたら10はもう耐えられないような圧0から10のその圧加減ペインスケールの中で、えー、ペインスケール77で押していただくということが重要です。こののペインスケール7っていうのは えー、日本語で言うと痛気持ちいい感じでうまくそのペインスケール7の圧加減で、えー、圧が浸透していくと、えー、クライアントはそのペインスケール7の圧に対してこうズンとこう響くようなあのそれでも「ああ気持ちいい」っていうような感じの感触を覚えます。でまず10秒こう押していくんですけども。 で10秒押した後にですね、えー、少しその高血の表面が緩んでくる感じになります。で私がそのおすすめしているやり方は10秒を3回10秒10秒10秒をワンセットして。 えー、静止圧迫をしていくでまず最初10秒こう押していくときにペインスケール7で押していくんですけどもだんだんその高血が緩んでくるとですねこのクライアントの,あの感じ方が最初ペインスケール7だったんだけどもそれがだんだん6になり5になり 4, 4になりというふうに下がってきます。でそうしたら、あのー まあなんとなくその指の下でこの高血が緩んでくる感じを感じられたらですねセラピストはさらにこう圧を加えていきます。